18義は、李氏朝鮮の時代に存在した武術。李氏朝鮮時代の武芸神父という標榜書に書かれた武術である。武芸神父の成り立ちと、金光宿が復活させた、現代の18技について解説する。武芸神父の元になったのが、武芸諸父である。この標榜書が成立したきっかけは文禄慶長の役である。文禄慶長の役で朝鮮は、 日本軍の猛攻を受け、多大な被害を受けた。長禄によれば、1593年夏、実質療養中の流星流を、民の武将である、楽勝氏が見舞い、中国兵術の習得を進めた。そこで、軍将兵を楽の配下につけて、槍、剣、狼戦などの技術を学ばせたという。これを契機として、朝鮮宮廷は1594年に、訓練都艦を設立。 兵の訓練と対日戦術の研究を行った。朝鮮半島では、休日と馬術が重視され近接戦闘は、帰り見られなかったが、戦争は日本軍の闘争による死傷を考慮し、中国に学んだ刀剣、槍根の訓練を命じた。訓練と刊の教本として、関継ぎてるの気候新書十八巻本を採用し、五百九十八年、これをもとに、刊、 が、昆、東杯、狼戦、長僧、小尻、なぎなたの6つの技術を抜き出し分けした武芸書譜が刊行された。1604年には内容を付け足した武芸書府属集が出た。軍では、孔、大和からの日本剣術の習得も行われている。1759年に、永祖の命で、昇魂聖子が編纂させたものが武芸神父である。 1728年の土のエサルの乱で大規模反乱を経験した絵ソが軍隊の強化を図るために監修を命じたものである。内容は武芸諸府の六義に中国武術や日本武術からの十一義そして朝鮮伝来と称する本国圏の合わせて十二の技術を加えたもので、ここに十八技が完成したわけである。現代の十八には、 韓国のキムクアンスクが復活させた武術である。金は日本統治時代に山中のムナムと呼ばれる道教の村で少年時代を過ごした。彼はそこでイン・アキノリという人物から朝鮮武術、東洋医学、呼吸法の訓練を受けたという。その後、金の弟子たちが韓国18議協会を設立した。金は1987年から2002年の間に、 韓国の武術に関する4冊の本を出版している。また、ヨソナムは1970年代初頭に、エン飛流という流派をアルゼンチンで広めた。エン飛流は15の武器術と3つの素での武術があり、古神術、瞑想を等も教えている。創術は朝鮮では武術の中心とされた。一位の木で作った4メートルほどの槍。基本の武芸の一つとされ、 武芸の母と呼ばれたり、四書六教の四書に例えられたりした。唐で作った盾の術。同じ字を書く琉球のティンブエは、廊賃とセットで使うが、朝鮮では単独化。剣術の補助として使うようである。日本の神笠術に近い。神を組むとき、最前列に出る。種のついた謎のような形の武器。長い竹に棘をつけた後、毒につけて作る。 東帝と共に最前列に出て敵を威嚇するのに用いる。文読、慶長の役では朝鮮側が使い効果を上げたと言われる。先がかんざしのように三つに分かれた槍のような武器。槍のように突くほか、十手のように相手の武器を落としたりもできる。創始とは二刀ではなく、諸手という意味である。日本的な剣術で和皇の剣術を民の兵隊が導入したのが始まりであるとされる。 陽件、平らとも言った。ありがとうございます。